ホイールとブレーキとタイヤです。ホイールはアルミの、強度の高いものです。鍛造されたホイールです。非常にアルミとしては強度の高いものであるわけです。そして 0.5 インチほど 12C よりも広いものです。そして実際は1セットあたり5キロほど軽くなっております。ブレーキシステムというのはあけぼのブレーキ工業様が開発したわけです。フォーミュラ1でもパートナーであり、そしてあけぼの様とは7年間一緒にやってきたわけです。そしてブレーキテクノロジーの世界のリーダーの存在であるわけです。おそらくこれは最も最先端のブレーキシステムとしてロードカーで採用されているわけです。カーボンカーボンのディスクです。4ヶ月かかって高温炉で製作し、それから次にシリコンカーバイドを侵入させております。よくご覧になっていただきますと非常にツヤがあるわけですけれども、黒のガラスみたいです。これはシリコンカーバイドのコーティングがあるからです。非常に低温の良い性能を発揮しております。そして摩耗率もいいわけです。非常に摩耗が少なく済むわけです。そしてブレーキのカリパーというのは非常に軽量化されております。そして 12C のキャリパーよりも 15% も軽くなっております。全体的にブレーキシステムは有能です。アケボロ様というのは非常に有能なパートナーです。タイヤというのはピレリの方から開発されたわけですけれども、コルサータイヤで19インチが前、そしてリアが20インチです。そして非常に高性能な車であるわけでありますので、相当タイトな開発というものを進めたわけです。新しい成形、新しい複合材料で、新しい作りであるわけで、ダイナミクスに耐えるものであるわけです。サスペンシステムはレースアクティブシャーシーコントロールという名前がついております。今まで 12C の PCC から学んだことを生かしているわけです。そしてコーナースプリングがあります。非常に軽量化されたスプリングです。しかしサスペンションというのはほとんどは油圧でもって実現されているものです。そして2つの回路を通じてロールをコントロールしています。そしてヒーブの方をコントロールしているのは2つのサーキットです。でロールの方では非常にコーナーリングで良いコントロールというものを実現し、そしてドライブの品質というものは非常に高めております。そしてエアコントロールでもってレースモードに車を下げることができるわけであり、そしてサスペンションを変えることができるわけです。そして50ミリフロントの方を下げ、またリアを40ミリ下げることができるわけです。そして 80% ほど剛性というものを強めることができるわけです。そしてロールモードでは 200% 剛性を強めることができるわけです。そして剛性としてはGT3 のレーシングカーと同じで約 10% ぐらいです。これによりまして非常にトラックパフォーマンスもいいわけであります。そしてよりダイナミックな負荷というものに耐えられるわけです。ユニークなテクノロジーをマクラーレンの方からで開発し、そして車高を下げることができるわけであり、そして剛性を変えたりすることができるわけです。